前回拾ってきた松ぼっくりですが、これをきれいにしたいと思います。まずは洗います。水にカビ取り剤、塩素系ですね、少し入れて洗いたいと思います。松ぼっくりの中にいる虫が出てきました。こういうのがいっぱい残ってると塗装しても中から食い破られてボロボロになってしまいます。下に沈んでいる黒いちっちゃい粒々は虫だったりダニだったり、こういう松ぼっくり以外のものを一旦全部洗い出してきれいにして乾かします。この後水洗いします。30分ほど経ったので水洗いします。じゃあ、あとは水を切って乾燥させます。乾燥途中です。一回傘が全部閉じます。不思議でしょう。湿らせて干しておくと傘が閉じるんです。この後さらに乾かしていきます。はい、一晩乾かしました。きれいに乾いてますね。殻からまん丸。ではこれ
色を塗っていきたいと思います。つや消し透明、これであとはよく乾かせば完成です。はい、これで乾いて完成です。まあちょっとした飾りですね。色を塗らなければ焚き付けでもいいんですけど、小口っていうんですかね、これは飾り物になります。以上です。ご視聴ありがとうございました。周りのトゲトゲ痛いので気をつけてくださいね。